続いて、わ、なんだこれ、小木曽ゆきなさんからいただきました、はい、寝ている恋人にそっとキスができる人は陽キャ。でも私寝てる犬にめっちゃキスします。寝てる犬寝てる犬にそっとキスしますか。あ、はい、そっとはしないかも、思いっきりぶちゃおはようぶちゃぶちゃぶちゃ寝てんのに寝てんのに起こしますって、ね、バカ迷惑じゃねえかよご飯だよって。陰キャじゃん。陰キャです、陰キャですよ。これそっとキスができないとダメですか。そっとか、そうそう、寝てる犬にそっとキスをできる人が陽キャですよ。熱烈だとダメなんですね。ダメです。やっぱ気遣いができるって意味でもそうなんじゃない。あー、起こさないように。てかこれ元ネタ何なんかあるのかな。寝ている恋人にそっとキスをしてる陽キャがあんのかな、いんのかな。やってるんじゃないですか、もしかしたら。は送ってきてくださった方が。てめえ恋人いんのか。え、ふざけるなよ、私より先に行くなって言ったよな。怖怖い、ほんと情緒不安定すぎる。怖いですよね。ついてきてくださいね。頑張ります。